はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、インセクターハガです。さあ本日なんですが、皆さんは、Gモンスター何種類くらいいるかご存知ですか？この増殖する G をはじめとするする G っていうまあテキストが書かれているモンスターです。なんとかする G みたいな、これね、こんだけいるんですよ。実は1,2,3,4,5,6,7種類7種類の、ゴキブリモンスターがいるんですね。本日は、まあ、考えられるある程度使えそうな、ゴキブリをたくさん入れてきました。大量投入してきました。でデッキの中にゴキブリが、全部で、12匹入っております。まあ、本当はちょっともうちょっと入れたいんですけど、マジで弱いゴキブリもいるんで、この辺マジ弱いんで、ちょっとこの辺はちょっと入れても勝てないんで、勘弁していただいて、ある程度強いゴキブリが、診断で実装されてるんですよ。潜伏する G っていうモンスターなんですけど、ある程度、する G の中ではある程度、まあ、みたいな効果します。相手がモンスターの特殊召喚に成功したときに、このカードの手札から裏側非武将で特殊召喚するよっていう効果。で、この効果で特殊召喚したこのカードが、エンドフェーズにリバースするよっていう効果ですね。で、このカードがエンドフェーズにリバースしたら、フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て破壊するよっていう効果なんですけども、要するに、相手の展開に合わせて出してエンドフェーズでぶっ破してねっていう、リセットしてねっていう感じの、効果になってまして、基本的にはまあ弱いです。基本的には弱い。ただ UR なんですよね。使えなかったんですよね。で、こいつ入れるんだったらまあ G も全部入れちゃおうと思って、まあ、ゴキブリはまあ増殖する G はまあいいと思って、あと応戦する G ですね。これ結構強いんですけど、モンスターを特殊召喚する魔法カード発動すると手札から特殊召喚できて、でマクロコスモス状態になります。墓地をくれるカードが除外されるっていう効果になるんで、これマクロコスモス状態になるっていうことで結構強い。でフィールドから墓地をくれると応戦する G 以外の攻撃力1500以下の根性持続性を手札に加えるっていうことで、これで増殖する G をサーチと A ができますって感じですね。で接触する G は召喚特殊召喚に成功したら相手がね、このカードを手札から相手フェーズ上に特殊召喚できて、で、相手はこのカードを素材にしたなんかその融合とかシンクロとかエクシズリンクしかできないよみたいな効果になってますね。まあ一応スプライトとかには刺さんないですけど、楽印とかだと結構刺さったりします。これぶん投げれば楽印融合打てなかったりするんで、こいつ地属性なんでねでステータスも微妙なんでね、なんでかなり巻き込みづらくて、はい、まあ結構そういうところでは活躍してくれるかなっていうところで、このモンスターを入れてきました。で他のギミックはビートルーパー、まあ、昆虫族デッキですね。昆虫族グッドスタッフみたいな、構築にしてまして、大好きなインビンシブルアドラス君に頑張ってもらおうという感じですね。でベアグラムも追加されてますんで、こいつも使っていければなと思ってます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ゴキブリってすげえ種類いるの皆さん知ってます？増殖する G 以外にね、何種類か6種類がいいんだっけな。潜伏、黒光り、飛翔、応戦、接触、ちょっとなんかいっぱいあるんですよ、とにかく。はい、今日ですね、一応全部入れてきました中に応戦する地に刺されそう。中にはね、ゴミゲーな、ね、性能しかないゴキブリもいるので、ちょっと後々抜くかもしれませんが、とりあえず全部入ってます今とりあえず全部のゴキブリ入ってます。はい、ゴキブリに大量投入しました。何匹入ってんだろう、10匹以上入ってんじゃないか、このデッキ。ゴキブリ少なくともな、デッキのまあ、4分の1から3分の1ぐらいはゴキブリで埋め尽くされていると言っても過言ではありませんね。まあ、とりあえず潜伏する G を発動しましょう。さあ潜伏する G の効果によって、相手がモンスターの特殊召喚に成功したとき、このカードを特殊召喚し、エンドフェイズでリバースして、フィールド上のモンスターを全部爆破するというブラックホール効果を持っていますさあゴキブリが2体特殊召喚されていくぜ。圧倒的ゴキブリ盤面。ちなみに応戦する G はフィールドから墓地送られるけど、一応モンスターサーチできるんでね終わります。爆破何サーチしよう、これ何サーチしようかな。サーチできるカードあんま強くないんだよな
どうしようかな。リングウルフ、今あんま関係ないか。これ増殖する時間とかサーチとく。まあゆっくり生かしてもらうか。まあ、増殖する G サーチしてこよう。応戦する G で、はい。ゴキブリでゴキブリサーチするのやめてもらっていいですかっていうね。ゴキブリでゴキブリサーチするのやめてもろって、レゾランス隕石等召喚。ちょっとうららはきついけど墓だったら回避できる今で。B フォース連撃のツインボウを特殊召喚。自分のメインフェイスに、手札から特殊召喚できるぜ。このターン俺はもう昆虫族しか出せない。よし。そして昆虫族モンスターの2体の魂をリックワーカーにセット。サーキットコンバイン現れよ。ペイトリーファーアームのホーン。昆虫族すごい種類あるんですけどね、それぞれがねシナジー。ああいいですね。その墓穴いいですよ。この墓穴をですね、このスティンギーランスがいうねぶち壊れモンスターのここにいて回避できるというね。はい、こうするっしょ。で、相手のね、これ、ルベリオンでいっか。別に、リンドムルはどうでもいいや。で、こうして、で、これで、レゾランスインセクトがデッキに帰るというね、あまりにも最強の、マグナムート。やるやん。増殖打っておくか、一応。いや、これ、ワンキル取れるかもしんないもんな、これ、ワンチャン。これ、増殖打って、ワンドローをして、クローラ相馬とかだったら熱いから。で、増殖打ちましょう。ここはもうワンドローも惜しまずに、もったいぶらずにこれね、ぶち込んでいきましょう。さあ、まだあんのなんか。え、まだ、もしかして B ステットもう一枚ある。うわー、B ステットもう一枚ありそうだな。なんかここでまだチェーンあったんで、ここでチェーン、いいんじゃない。いいじゃん。ニードルいいじゃん。ニードルいいじゃん、ニードル。はい。で、墓穴対象なし。ちょ、さすがにベアグラム。ちょ、ベアグラムかっこいいから見て。ちょ、ベアグラムもかっこいいんだよ。で、スティンギーランス効果。いや、スティンギーランス効果発動して何持ってるか問題ではあるが、まあ、トークン出すやつか融合するやつか。いや、融合体なんかあんま出さねえんだよな、このデッキ。これ、フロートスティングでいいかな。フロートスティングで良さそうだな、これ。フロートスティング持ってこよう。で、ですね、アームドホーン効果発動。で、アームドホーン効果で、毒針のニードル特殊召喚して、毒針のニードルの効果発動。デッキから、B フォースモンスター一体を手札に加えることができる。最強。そして、B フォース、必中の B フォース手札に加えていく。B フォース、ピッチのピンの効果。このカードを手札から特殊召喚。そしてピンの効果、自分のメインフェイスピッチのピンの数かける200倍のダメージ。うおーっつー。そして、自分の墓地で存在する昆虫族モンスターの魂をゲームから除外。ゴキブリ3体の魂を除外し現れよ。時間の皇帝ベアグラム。昆虫族3匹を捕食して特殊召喚。そして昆虫族以外を全て捕食。よし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 。いいぞ。非常に良い。リモールといい。これピコファレーナだな。ベアグラムはちなみにこの効果を発動した段攻撃できないためリンクスワーにしても問題はない。いけピコファレーナ。そしてピコファレーナの効果を発動。手札を1枚墓地に送ることによってフィールドのモンスター1体に、デッキから昆虫族を装備することができる。もちろんここで装備するのは先ほど戻したレゾランスインセクト。そしてピコファレーナの効果発、ああでも戻しちゃうのか。これ戻しちゃうんだったらやめた方がいいか。ビートループアームドフォント、ピコファレーナをリンクワーカーにセット。サーキットコンバイン召喚条件は昆虫族モンスターに対処。現れよビートループインベンシブルアトラス。レゾランスインセクトの効果、フィールドから墓地を送られたためデッキからレベル5以上の昆虫族モンスター、フローラー相馬を手札に加えていく。そしてフローラー相馬の効果を発動。フローラー相馬の効果によりフィールドのモンスター1体を裏側守備表示にし自身を特殊召喚。そして相馬の効果を発動。レベルを4つ下げ、下げた分のレベルのフローラーモンスターをデッキから特殊召喚。ボーイボーイ。すごい展開力っしょ。
天気回路マジやばいよな、このデッキ。そして、まあ、とアームドホーン経由しといた方がいいな。これ墓地から蘇ってくれる効果あるんで、出しとくに越したことはない。アクソンとスパインでリンク召喚現れろ。あ、ビートリバーアームドホーン、さらにパピオン出しに行くか。パピオン出しに行こう。ここ2体のモンスターを使ってリンク召喚現れよ。スラピンパピオン、ピロピロピロ。やべ、2500円しかあんなかった。これ ビーセット抜けないやん。大丈夫かな俺。いや、まあでも言うて、インビンシブルアトラスの効果。インビンシブルアトラスは、フィールドのモンスター、フィールドの高知のモンスターをリリースし、デッキからビートルーパーを特殊召喚できる。現れよ、ビートルーパースカウトマギー。スカウトマギーが特殊召喚に成功した場合、スカウトマギーを1体特殊召喚できる。そして、レベル3のモンスターが肉体でオーバーレイネットワークを構築。エクシエンス召喚ナンバー3、ジオグセミオローカストキング。そして除外されている昆虫族モンスターの魂をデッキに戻し、あらあらピートリファーマイティーレプチューン。すごい展開力ではある。いや、ただこれ、あれもうちょっとなんか打点出そうだったな。これ一応出すか。でも待って、なんか手札に確かビートルーパーいい、ビートルーパーじゃねえや、ビーセットいいんだよな。ビーセット、これ足りてる、これ。アームのホーン、とりあえずアームのホーン出しましょう。だからザコから殴っていけばいいのか。あーでもこれ、あー除外するの微妙だな。これレゾナンスインテル除外しても今あんま強いのないんで、まあ、これ普通にこれでいいですわ。はい、でやばい、60秒しかない、バトル。このデッキね、天眼力がやばすぎてね、時間足んないんだよね。でかいのは取っといて2500からぶん投げ。あードルイドブレム、うわー読めなくて、ドルイドブレムか。あ、サーチしたっけこれ、全然覚えてねえや。いやドルイドブレムきついな。まあ攻撃し続けていくしかないか。鬼きついな、ドルイドブレム。はい、でこれはまあ、特殊がされたやつ何で持ってこられる、まあ、どれでもどれが全部持ってこられる。ネプチューン持ってかれた。1000、2400、1202。これ足りてる、もしかして。来た来た、足りてねー。ピン、なんとかしてピンを特殊召喚しなければ。くっそ、ピンちゃんを特殊召喚しなければ。スケールボムだけ出しとくか。スケールボム出しといて、でピコファレーナ効果発動して戻して、うわーこれマジなんかもうちょっと上手いこと展開したらワンキル取れた気がするな。これちょっとね、なんか雑に回しすぎましたね。いけた気がする、これ。あーなんかゴミみたいなとごぞ、ゴキブリ来た。退治ステロジーとかいうゴキブリ来た。まあただこれ普通にめっちゃ強いけどな、盤面。とりあえずセットして、でレゾナンス効果発動して、このデッキ展開力やばいでしょ本当にね。ビートルーパーで楽しいんだよね、めっちゃくちゃ弱いけど。相手の盤面に干渉するカードがちょっと少なすぎるんでね、残念ながら。あの相手ターンにね、自分のターンだと結構ね、あの干渉できるカードいくつかあるんだけど、ベアグラムとか。うん、はい。ただこれ結構強くて、実はアルバス全然いいですよ。アルバスは、スケールボムで爆破できるんで大丈夫で、スケールボム効果発動、相手がモンスターの効果発動するとフィールドの昆虫族をリリースすることによって、その効果を無効にして破壊する、効果じゃねえや、それを無効、そのモンスターを破壊するという効果があるんで、アルバスみたいな盤面にいないと効果発動できないようなモンスターは普通に爆破されてなんとかなりますよと。はい、でカルテシア特殊召喚は普通にフロートスティングで無効にして破壊しますよ。何もできなくなっちゃったね。これはでもね、応戦する G と接触する G が仕事してくれたおかげですよ。あの高校1段目でマジで、いやこれはゴキブリの勝利と言っていいね、完全に。ああ、ほら、いやこれはゴキブリの勝利だろ。だから2ペアやめろ、言うとるやろ毎回毎回。
スーペアやめろ言うとるやろ。重ね引きして強いカードあんまないよな、遊戯王ってな。なんかあったらあっただけ強いみたいな。まあ無限法要とかエフェクトビーラーは、まあ、重ね引きしても使えるけど、うん、ちょっとねこういう重ね引きは良くないですね。バリバリッチャとか採用しての絶対これクソデッキじゃん。これこれまたあれだろ、親顔ムーブだろ。まあ親顔ムーブでしかないよこれ。またこの世界を終わらせるソリティアムーブがこれは、爆弾するやつですか。意味わからん展開してんな。何がしてんだこいつは。チェーンドラゴンって何これ、どういうこと、マジでわからない。ブラックガーデン、はい、裏側でトークンが出てくるやつですね。リンク召喚コーディネアル、どっかいたぞチェーンドラゴン。これはコントロールを入れ替えるやつですね。はいはいはい。とかコーディネアルなんかよく見たら可愛いね、結構イラストなんかくれた。これなんだ、何が出てんだろう。チェーンドラゴンとシャン、あフルアーマードか、あ強えな。いやフルアーマードやば、これインベンシブルアトラスでしか突破できねえな。打点上げてでも、まあ打点上げて突破できるからまあいいか。これ何これ、このクソみたいな盤面。なんか別になってもなんか普通に展開できそうだけどな。群雄割拠、お互いのフィールド上にそれぞれ一種類の種族のモンスターしか表側表示、その時キモキモキモすぎ。君も一種類しかやれなくなるよ。じゃあもうどれにするの、まあ、フラマルでね、超重族ってことでしょ。なるほど。え、やべ、モンスターセットしかできん。え、なにこれ、これは何の方が向けない。これ何、天使族誰ですかあなた。戦闘では破壊されず正直守備の変更できない。このカードは召喚判定召喚特殊召喚成功したとき。なるほど。え、戦闘では破壊できず正直守備を守備表示に変更できない。え、やばくね、待って、これ攻撃力ゼロボッタッチってこと、サンドバッグじゃん。え、待って、なんか新手のいじめ始まったんだけどえ、待って、なんか遅れつけたアルカラフォースゼロ普通にぶん殴るとかいう意味わからん、なんか新手のいじめが発生してますけど、これ大丈夫ですか。おい教育委員会、なんだよこのデッキ。